エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年のべ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。買い取り7倍アップキャンペーンに参加していただいたニックネーム、ニックネーム、ニックネーム、ナオチンさんからいただいております。多分、初お便りかな 直さんありがとうございます。はい、結構ね、直地にさんはね、切実なお悩みをね、いただいております。ありがとうございます。ではですね、えー、読み上げていきたいと思います、えー。小学生の、小学校の先生をしています。勤務、勤続歴20年を超えました。素晴らしい。すいません、なんかあの、小学生の先生見ていただいて嬉しいです。<laughs> ありがとうございます。 いや小学校の先生してる人が僕の見ていただけるなんて、まあ、もうほんとなんかな,んか,あのなんか土下座しないといけないですね <laughs> なんかすいませんありがとうございます <laughs> いやー僕もね今年でネットビジネス歴10月で20年ぐらいになりますけどもう小学校の先生は20年超えてますからねもうベテランでございますよそんなベテランの先生がねこのお便りいただけるっていうのは本当ありがたいなと思います で、えー、金属ウール20年を超えました。で、そろそろ限界が来たのでやめようと考えています。その際、次の仕事としてコンテンツビジネスをやってみたいんですが、こんな私にどんな内容のコンテンツが作れるって価値を提供できるでしょうか。元教員の方でコンテンツビジネスされてる方とかご存知だったりしますかよろしくお願いします。ということで、これめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいですね。<laughs> いや、ぜひやっていただきたいですね。 まあこれはね、大きく分けると2つご提案というかね、2つアドバイスさせていただくんですけども、すみません、小学校で何を教えていたのか、ちょっとわここが書いてないんでちょっとわからないですけど、もう20年も何か教えてるわけじゃないですか。まあ、国語なのか、算数なのか、ちょっと書いてないんでわからないですけども、えー、その延長線上で自分が20年元小学校先生が教える、例えば,例えばですよ、算数を教えてたとするならば、 えー、20年算数を教えてましたってなった場合あその元小学先生が教える、えー、なんだ算数のなんとかなんとか講座とかね、まあ、そういうので情報を発信して今まで自分がやってきた延長線上をコンテンツ化にしてで販売していくって話ですね。うんでまあこんな話をするといや吉田さんいや本もいろいろあるし私一個人の。 小学生の先生がそんなにあの見られるんでしょうか売れるんでしょうかみたいなまあそのなんだろうな支持されるんでしょうかみたいな不安不安だったりとか不審 <laughs> 大丈夫かなみたいなねまあそういうあの来るとは思うんですけどまあこれはね一度まあ知ってるかもしれないですけどあの とある、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 とある男が、多分知ってますよね。学校の先生されてるんだったら知ってると思うんですけど、知ってるかなどうなんだとある男が授業してみたっていうチャンネルがあるんですよ。で、この方今チャンネル登録200万人ぐらいいるんですけど、学校の先生20年やってないですよ。多分、多分、小学校、多分、まあすいません。あの、この人の経歴、まあ、全部詳しくは知らないですけど、 20年以上学校の先生をやってたっていう経験はしてないと思います。だけど、それで勉強の情報発信をして、えー、なんだ一躍人気になったとか指示されたっていう人の一つの事例なんですけども。ん、なんで、その元、やっぱ小学校しかも、その権威があるじゃないですか。もうなんか実績、エビデンスがあるので、 その使い方しだい、その料理の仕方次第でいくらでも僕はできると僕は思います。20年いろんなコンテンツ見てきて、いろんなやり方見てきてね。僕の視点だったりとか、僕の経験値から見ると、そのエビデンス、自分の実績20年以上やってきた、小学校の先生、リアルの先生やってきたっていう、そのエビデンスを使ってコンテンツが情報発信できるんだったら、まあそれでポジショニングは取れると思いますし、逆に、 小学校の先生元小学校の先生で20年やってる人がコンテンツビジネス情報発信にその転嫁する転転変わるっていう人が多分ほとんどいないですなぜいないかっていうと多分小学校の先生って僕のこれは見解ですよ間違ってたら申し訳ないですけど割合的に小学校の先生やってるんだったら割合的な確率割合確率割合的に言うならばおそらく定年まで、えー、働くっていう人が多いと思います そっからコンテンツビジネス、情報発信にシフトしていく人って、ほぼいないと思います <laughs>。で、あとは、なぜ私、まあ、それ子供向けのコンテンツもできるし、あとは、その、なぜ私が、その、なんだろうな、そのあん、ん多分小学校の先生って公務員なのかなどう、どう、どうすかすいません。私立とかだったらどうかな。私立だったら公務員じゃないか。 その、でも、ま、ま、仮に公務員だとしたら、安定してる職種、20年働いてその安定した職種をなぜやめたのかっていう。だから、その、学校の先生って今いろんな、だから、それが子供向けのコンテンツですよね。まず一つ、チャンネルとしては。ま、メディアとしては。その教えていく、授業を教えていく。わかりやすく教えていくっていうコンテンツ。で、もう一つのコンテンツは、学校の先生に対して大人向けの、なぜ私はその安定を捨てて、この独立してこういうことをやってるのかっていう。で、あとは、 あの現場で起こった先生のいろいろな悩みめちゃくちゃあると思います昔に比べるとね今の昔の子どもと昔の親そして今現代の子どもと現代の親こう全く結構変わってきてると思うんですよ多分これ20年やってると分かると思うんですけど昔は例えばちょっとしたことでも全然学校で対応できて何も言われなかったんだけど今ちょっとでもあると親がブワー出てくるみたいなね なんか、なんかもうやりづらくてしゃあねえみたいな、多分現場でいっぱいあると思うんですよ。だからその悩みを抱えてる先生。で、学校ってなくならないじゃないですか。学校がなくならないってことは先生がなくならないんですよ。いなくならないんですよ。で、先生がいなくならないってことは永久不滅先生の悩みがあるんですよ。で、自分は20年間、20年以上現場でその悩みに対してどういうふうにリカバリー解決してきたのかっていう、その先生に向けて発信できると思います。 でこれも非常にいいいと思いますね、うん、どうやってその問題を解決するその,そのなんだ精神的な悩みだったりとか親がこうバーって言ってきた時とか子供に対してどういうふうにやっていくのかとか、うん、それはね情報の価値がめちゃめちゃあると思いますねなぜならさっき言った通り割合的に20年もやってる先生がね情報発信するっていうそ,そっちに転嫁するっていう割合が多分少ないと思うまあちょっとすみませんリサーチしてないんで分かんないですけど多分ほとんど少ないと思います。 なぜならば安定せられないので。<laughs> これね、めちゃ、これがもしもう本当コンテンツビジネスにこうね、やめてこうやっていただくっていうことだったら、マジで、いろいろできますよ。そ、その、そ、っち系でも。うん、いろいろできると思います。本当に。で、あともう一つとしては、元小学生、元小学校の先生が教えるネットビジネスですね。<laughs> <laughs> それを他ジャンルに持ってくるっていうで元小学20年もやった小学校の先生っていうその名詞っていうのは他の人は作れないんですよ作れますこれ参入収益非常に高くないですかコンテンツビジネスネットで稼ぐっていう情報発信してる人あと5万といいますただそこの名詞自分のブランディングのそれで小学生元,元小学生先生,先生が教える20年やってきた先生が教えるネットビジネスで どうやって稼ぐのかを分かりやすくお伝えしますっていう発信の仕方はできないんですよ。だって、それをやろうとしたら20年以上小学校の先生やらないといけないですよ。<laughs> めちゃめちゃ参入書益高いじゃないですか。これね、やってる人はそんないないですよ。ネットで稼げるっていう情報を発信してる人はいるけど、元小学校の先生です。20年もやってました。いないですよ。 だからここで差別化、圧倒的な差別化できるので、そこで信頼、もうそ、その名刺だけで一発ですよね。一発である程度ちょっと信用も得られるかなっていう、すごい名刺持ってますよ。肩書き。肩書き大事ですからね。特に日本なんか肩書き社会で、その <laughs>、何度か CEO とかね、名刺文化もまだあるしね、CEO とかの名刺もらうと、取締役とか、おぉみたいなるって。ね。20社経営してます。20社も経営してんのか、みたいなね まあ、あのちょっとあんまりあのこ,ういううこういう名詞出すのはあれかもしれないですけど、あのー、まあでもまあえもう出てるからねあれ、まあ、言ってもいいと思うんですけどその昔竹原さんっていう人がいたんですけど <laughs> やりすぎだなみたいな <laughs> なんかすごいもうすごい「こんな会社やってますうわーやってます」みたいな感じで、ね「うわ」言って「こんな別荘持ってます」みたいなその別荘はなんかあの,あのなんだあの借りれるみたいなな,なんだっけな。 あのえエアエアなんか借りれるやつありますよね <laughs> なんかそれ一,一回炎上したんですけど <laughs> でも人ってなんかその肩書きに弱かったりする部分もあるんでこれ嘘じゃないしね <laughs> リアルな話なんでその肩書きっていうのはめちゃくちゃ強いと思いますようんだから僕がネットで稼げるよって発信するより元小学元小学校の先生が明かすなんちゃらって言った方が 説得感なんかすげえあるように感じるんですけどね <laughs>。で、しかもそのストーリー性もいくらでもい,いけるじゃないですか。まあ、それそのストーリーどうやって書いていくのかとか表現していくのか伝えていくのかっていうのはコピーライティングとかそういうのを勉強していかないといけないですけど、なぜその安定を捨てて、小学校の先生っていうその安定の捨ててこういうふうな世界に飛び込んで、右も左もわからない。そんな飛び込んで私はこうなってどのこのっていうのはそのストーリー性って、めちゃめちゃ今後使えますよ。 本当に、い、まじ武器になりますね。うん。なんで、提供できるものはいっぱいあるので、まあ、この質問が来てるということは、まだまあ、深く勉強されてないのかなっていうところだと思いますので、まあ、どうしようかなって悩んでるところなんで、決めてないからね、深くな学びようもないと思うんですけど、まあ、もしやめて、えー、本当にコンテンツビジネスこうやっていきたいってことだったら、深く勉強していただければ、 全然いろんな価値は提供できますので、まあもうなな、なんだなんて言う、なんて言ったらいいんだろうな。うん、なんかあの、うん、なんか大きい船に乗ったつもりでいいんじゃないかなと。<laughs> なんかさ、な,なんかこ日本語でありますよね。なんか大きい船に乗った、なんことわざかなんかあるような気がするんですけど。 うん、でも、本当にね、先ほど言った通り、この肩書きは作れないし、参入障壁高いので。うん、だから、まあ、これもね、よく、まあ、調べていただいたりとか、まあ、情報発信してコンテンツ売ってる人とかも、もっと、例えば、もっと、丸々、例えば、もっと、あの、なんとかなんとかが明かすとかね、もっとなんとかなんとかです。で、それでなんとか式みたいなんで。 昔からあるんですけどでもやっぱ差別化できるんですよそれってうんこれめちゃくちゃ強いと思いますけどねうんだからそのアイデアのリソースだったりとかどういう風にコンテンツを形にすればいいのかっていうのが経験もないし、まあ、勉強も深くやってないので僕が今言ったことも多分自分の頭の中でパッと浮かんでこないと思うんですよね 僕、これ、L の部屋、台本もなく、その場で即興で読み上げて、その場で即興で話してるんですけど、まあ、僕、20年、僕もすみません、20年ぐらいやってますので、いろんなアドバイスはできます。逆に言うと、その先生の仕事20年ぐらい超えてやってるわけですから、先生の、 ま、さっき大人向けの方のコンテンツ行くんであるならば、多分僕と同じようにやるで、あ、そういうシ,チュエーショ症の時はね、こういうふうにやるといいですよとかね、あ、そういう時はこう,こういう解決方法ありますよとか、多分即興できると思います。20年以上もやってるんだったら。うん、そこにいろんなノウハウだったりとか経験値っていうのが蓄積されてるので、いろんな人の、例えばしし、ね、あの、同じ教員の人で悩まれてる人の悩みを、なんだ、即答で回答できたりとかすると思うんですよね。 うんもちろんね、できないものもあるかもしれないですけど、でも20年以上やってるんだったら多分いろいろ提供できるものいっぱいあると思いますよ。で、僕はちょっと現場に入ってないんでわかんないんですけど、なんかあの、小学校の先生とか中学校の先生とかも、なんすかね、全員が、 なんか会社とかだったら、例えばでしょ会社とかだったら、新人さんが、新入社員が、例えば大企業とかだったら、新入社員が何百人入りましたとかね。その部署に何十人も新人さんが入りましたっていう感じで、その新人さんの仲間っていうのがある程度あると思うんですよ。あったりとか。まあその会社の規模によると思うんですけど、ただ学校って、多分、 その新米教師さんって割合的にそのなんだ大御所ですよね。大御所の先生のいる割合と新米の割合の比率っていうのが多分少ない、新米さんの方が少ないと思うんですよ。じゃあ、この相談しづらくないですか新米先生が先輩に相談していくっていうその、その環境自体がそもそも相談しづらい環境じゃないですかと。 同じ仲間うちのね、新人さん、新米教師さんがいっぱいいるんだったらその仲間うちでこれどうしようみたいな話せるけど、もう入った瞬間に重鎮たちがいるみたいな。で、その重鎮たちにいきなり自分のこういう悩み打ち明けるのって結構しんどくないですか。<laughs> だから困ってると思いますよ、すごく。すごく困ってる。悩んでると思いますよ。そこで、そこで、そこで、 いろんな価値が提供できるんじゃないですかなおちんさんが <laughs> まああとはまあねお金系お金稼ぐネットビジネスで稼ぐ元小学校教師がっていうやり方でもいいですけどねうんでどっちが稼ぎやすいかって言われると稼ぎやすいのは <laughs> すいませんお金系に振った方が、まあ、稼ぎやすいとは思いますでもそっちの方ではもコンテンツビジネスはできます全然できます だけど、売りやすい、稼ぎやすいっていうところ、どっちが売りやすい、稼ぎやすいっていうところで言われると、やっぱお金の悩みを解決するっていう方が、ああ、売りやすいし、稼ぎやすいですね。僕もなんでず,ずっとお金の話をずっとしてるのかっていうと、やっぱ欲求だったりとか、その、まあ、絶対必要になってくるじゃないですか。なんで、その、なんだろうな。う,うん、売りやすいんですよね。<laughs> 売りやすい <laughs> うー。うん だけど今さっき言ったその、うん、なんかその算数を教えるコンテンツだったりとか別にその売れなんだ、うん、売れないかっていうと絶対売れるしねそれが売れないんだったら全部売れないんで有料のだって学習僕の今コンサル受けてる方はあの自分で1人ねいてるんですけど1人そのもう独立して11年ぐらいですかえー、っと自分で学習塾みたいなやられてるんですよ。 で、その、受験勉強対策みたいな感じで、まあ、あの地域密着型みたいな学習塾みたいなのをもう10年以上やられてるんですね。ただ、やっぱりその、うん、リアルタイムで現場で、あの、生徒さんと、こう、やってお金をもらうっていうビジネスモデルがやっぱ限界があるわけですよね。家でやってるんですよ。 ばける客数も限界値があるので、じゃあこれをコンテンツ化できないかっていうことで今コンサル入っていただいていろいろアドバイスしたりとかやらせてもらってます。うん。だから学校の先生ではないですけど、その学習塾みたいな個人経営されてる方を今コンサルはしてますね。で、いろんなアドバイスしたりとかしてて。まあこれからまあ収益化リスト、あのお客さんのリストを取って収益化していくっていうその流れだったりとか構造っていうのは今作り込んでるところなんですけど。うん。 いや、これはね、まあ、ぜひ僕は、あの、やりたいっていうことであるならば、もう、うん、全力でやった方がいいんじゃないかなと思います。何度も言います。何度も言わせてほしい。この実績、ほとんどの人が言えないです。<laughs> 言うとするならば嘘を言うとかね。だって20年やんないといけないからね。それを言うんだったら。 おこれは参入消費高いですよ。うーん。しかも、特にそのコンテンツビジネスにめちゃめちゃ僕は向いてると思うんですよね。なぜならばもう先生で教えるってことを現場でやってきてるわけじゃないですか。で、さらに言うと、小学生っていうのは、その、いろんな物事を多分、すべてわかりやすく伝えないといけないっていうのが、小学生の先生の役割の一つだと思うんですよ。ただ、 教えるだけじゃなくて、それを理解してもらえるように工夫、創意工夫して、その教科書以外のリソース、スパイスを持って、先生独自の分かりやすく伝えていくっていうエッセンスとかもいろいろやられてきたと思うんですよね。で、そのコンテンツビジネスっていうのも基本的に何かを教えるってことなんですよね。まあ僕もこう教えたりとかして、そのやり方を教えてるわけなんですけども、その価値が届く届かないって、 その受け取れれれるるようにカスタマイズされてるかされててかないかっていうのもすすごいいい大事なんですよいい話したとしても、その人が受け取れなければ価値にならないんですよ。これも結構大事な話で、ちょっと難しい深い話になるかもしれないですけど、いい話しても、その子が、まあ子供で言うならば、その子が受け取れなかったら何の価値にもならないんですよ。わかりますいい話しても、それが加工されていて、ちゃんと食,食いやすいようにとかね。 食べやすいようにとか、わかりやすいように説明するとか、そういうのがないと、つたま、価値が届かないですよ。だけど、20年も小学校の先生でやられてるということなので、それは現場でかなりやられてきたんじゃないかなと思います。で、それをネット上でやればいいだけなんで、で、価値、だから価値を届け、逆に言うと価値を届けやすいと思うんですよね。そ、その、うん、鍛錬、訓練はしてるはずなんで。 うん、だからあと持ってないものがあるとするならばコンテンツビジネスをより深く理解するっていう知識をまた学び直すっていうことですね <laughs>、うん、だからそれを学びますか学びませんかっていうところですよねで学びたいんだったら是非塾に入っていただきたいと <laughs> 僕も塾やってますから、はいまあ、ご縁があればあの僕の塾に入っていただいて 学んでもあのすごい、まあ、あのいのい々とできる部分ありますのでうんまあコンテンツビジネスにこうやっていきたいということであるならばあのぜひ挑戦してほしいなまあ人生本当に一度きりしかないですから僕も年取って今年で4210月で42になりますけどあっちゅう間です僕もネットビジネスネットで稼げるらしいぞっていう知ったのが22の時だったんですよ で、今年の10月1日、僕誕生日が10月1日なんですけど、今年の10月1日で42になって、まると20年です。なんかネットで稼げるらしいぞって知って。<laughs> 早かったっす。早い。秒で終わります、人生。なんで、うん、限られた時間の中でね、あの、挑戦する。僕も、あと鹿児島、東京でずっと働いてたんですけど、鹿児島で独立してもう8年ぐらいか。それもちょ、だから僕も考えましたよね、いろいろと。 だけど人生やっぱ一度きりしかないからここでやっぱ挑戦しようっつって一人で鹿児島独立しましたけどうんいろんな苦悩だったりとかいろんな大変な思いはしましたけどもそれ,を乗りそれを乗り切れてなかったらまあ,あ,あの後悔してたと思うんですけど無理やりなんとか頑張って乗り切ってきたんで今思うことはあの時決断できてよかったなってすごく思います。ももしししあの時決断ててななくて独立してなかったら今も 会社の組織、会社の売り上げのために自分の人生の時間を使って会社のために働いてたんじゃないかなと思います。で別にそれが悪いわけではないんですけど、僕はかん自分の中で考えたときに自分の人生っていうのは会社の売り上げを上げるために生まれてきたのかって自分に問いたときにうん、自分は違うなと思いました。でもこれは人それぞれ考え方はあるので、僕は自分に問いたときに 僕がそもそもネットビジネスやりたいなと思ったのはパソコン一台で自由な暮らしですから。でももう組織に入ったら自由はないんですよ。常に組織のこと、常に従業員のこと、組織の売り上げ、組織を潤滑に回すこと、常にそれを日々考えないといけない。そこに自分の人生ではなく、まあ、組織、組織の人生ではないですけどね、組織をどう統括していくのかっていうことに日々頭をさく。 時間を使うっていう人生に後半はもうなってたので。うん。まあまあまあ、あのー、この辺にしときましょうか。<laughs> はい、まあ。ということで、えー、話の本題に戻すと、えー、提供できる価値はたくさんありますので、ぜひ深く学んでいただきたいなと思います。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございました。